とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ今日も妖怪学園 Y ワイワイ学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はね、漏らしたらダメリアを5周回りたいと思います。まあ5周回ってどんなコマンドメダルが出たか、それをねお見せしましょう。まあキャラクターもね、必殺技も増えたので、昔とは出るものがちょっと違うよ。こっからスタートだね。402個目の迷宮水星ランス、この後からスタートです。それでは5周回ってみましょう。それでは1回目です。なんかね、1回目行った感じで、これ道中全然出ないよ。全然出ない。これボスからのドロップが主になるのかな。まあわからないけども、とりあえず5周、残り4周だね。行ってきます。はい、それではラスト5周目、最後だね。ここはそんな時間かかんなかったな。敵を全部倒さなきゃいけないとかそういう縛りもないし、ボスも楽勝で倒せるから全然早かった。はい、余裕です。では5周回った結果見てみましょう。それではどんなコマンドメダルが出てたのでしょう。402番目の水星ランスからだったね。402番目の水星ランス、どこら辺だ、もうちょっと上か。あ、ここだ。水星ランスの迷宮、この後からだね。見ていきましょう。にしてもあんまり出てないな、今回。全部で43個か。ちょっと少なめかな？いや、そうでもないのか？まず、黄昏乱れ打ち。黄昏出る場所多いよね。うん、これもう至るところでこれは見るな。はい、そして次、全然出てないね。出てない。あった！紫の舞。でも、レベルが382。全然使えない。全く使えないね。そして、そして、狂乱のセレナーデ。まあ、紫の舞とセレナーデは、ボスから落ちました。いまいちだね。そして、フィニッシュスティング。これは、雑魚から出てきますね。でも、385か。極でこのレベルっていうんだから、なかなか、よろしくない。そして、そして、トイレといえばこれだね。ブルーストリーム。花子さんがよく落とすやつ。だけども、今回はあんまり落とさなかったな。ブルーストリーム、レベル406。そして、セレナーデ。バイパーウェーブ。バイパーウェーブも426か。いまいちです。そして、そして、アイシクルウィンド。まあ、このトイレはなんか俺のイメージとしては、ブルームーンの必殺技がよく出る場所っていう思いがあるんだけども、どうでしょうか。一個ずつしか今回確か出なかったね。はい。そして、シャイニングヒール。ヒールの方、まあ使わない。全然使わない。2、3回しか多分使ったことないよ。で、紫の舞、狂乱のセレナーデ、です。トイレはね、あんまり良くないね。出るやつも少ないし、レベルも低い。ということで、いまいちです。そんなに回らなくていいかな。ここの、レアアイテムの、ストリームか。漏らしたらストリームか。あれもそんなに使うこともないから、トイレはあんまり行かないね。はい。ということで、またね、他の場所も周回してどんなものが出るか、チェックしていってみたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。